小林さんちの制服ドラゴン。なんだこの企画、欲望むき出しじゃないか。だってそういう特典ですし。それもそうだけど、ってもう脱ぎ始めてるし。え？水を得た魚だな。それでは今回も行ってみましょう。小林さんちのナースドラゴン。お注射。点滴。小林さんの下のお世話。そんな年じゃねえよ。今回のルコアさんはまともだ。体調はどうですか？まあまあかな。ああ、もう小林さん、いつもお尻触らないでくださいって言ってますよね。目ですよ。いや、触ってないから。体温測りますね。いや、そんなやり方しない。急変です。脈ありません。無理無理。心肺蘇生します。待って待って待って、生きてる。では人工呼吸します。もう必要ないから。小林さんちの JK ドラゴン。ごきげんよう。遅刻遅刻。マジヤバくね。カンナちゃん可愛すぎ、マジヤバくね。っていうかさ、マジ嬉しみ。どうして？小林さんと一緒に入れてマジハゲるんですけど。それやばみ。小林さんマジかっこよき。取りまくくっちゃいなよ。でも断られたら精神的ダメージパーないんですけど。慰めるうちら BF。 それな、自分こういうのが見たいんじゃない。小林さんちの CA ドラゴン。アテンションプリーズ。シートベルト締めろ。僕たちが空の旅を案内するよ。どうしたんだルコアさん、ずっと服を着てる。間もなく出発となります。お客様、何かご不便などはございませんでしょうか？いや、ないけど。もうお客様、今度お尻触ったら降りてもらいますよ。だから触ってないって。小林さんちの警察ドラゴン。白バイ隊出動。止まらなくても撃つぞ。 You are under arrest。 通るのは制服じゃなくてバラエティの衣装だね。小林さん逮捕。身に覚えがねえよ。はい、死刑。裁判くらいして。小林さんちのメイドラゴン。まんまじゃん。小林さんの家のことなら何でもお任せ。トール様にお任せ。カンナちゃんやる気ゼロだね。てかトールはいつものじゃん。あ、そっか。ごめん遅れた。裸エプロンかよ。こういうメイドもありかなって。ねえよ。メイド、つまみ出せ。承知。前と同じオチでしたね。まったくルコアさんは懲りないな。もうあの人呼ばない方がいいよ。大丈夫です。次のシフトは別の人です。シフト制なんだ。それでは次回、小林さんちのバトルドラゴンをお楽しみに。ネタバレしちゃったよ。